今回第3回目ということで深夜放送ですかね、やってみたいと思います。第1回第2回とやって今回3回目ということ で、1回目になんかあのハガキが来て、で教員採用試験のね、あの受験する云々かんぬんっていうのがあって、おハガキを紹介しまして、で今日ですね、10月の16日その最終合格発表がありまして、で、まあ、その方は、まあ、合格してましたね。まあ、あの2種類あって、あの正式な採用とですね、期限付きというのがありまして、でこっちの方で受かってましたね。何が違うかっていうとですね、労働基準法で、あの条件付き採用っつってね、あの6ヶ月使用期間、雇うってとか使用期間ですね。で良好な成績であれば正式採用というような法律があるんですけど、それの特例で1年間その仕事で、まあ、そつなくやれば次の年から正式採用ということですね。そっちの方の分類で受かったと、まあ、いずれにしてもね、それに入るだけでも大変なことなんでね、まあ、優秀な方なんで、まあ、正式な、ね、採用にはなるんではないかと思います。まあ、あのたくさん1000人ぐらいですかね、その名簿に載ってて、その中から個々のね、職場の、選べる立場の人がこうカードかなんかね、こう抜くというか、そういうイメージですかね。今はもうパソコンで、ね、エントリーしてる中からこう条件に合った人を選ぶみたいな感じだと思うんですけどね、よくわかんないですけど、まあまあこれでなんかね、最終目的が近づいたというような感じですかね。っていうのを1回目でお話しして、で2回目でなんかね、そのお友達が受験する、来年かな、受験するんで、その勉強の仕方みたいな感じでね、教員採用試験なんだかんだとこれでやったんですけどもね、結構見てる方が多いみたいでね、私が問題解いてそれで解説っていうか、これはこうですみたいな感じでやったんですけどね、それをご覧になっていただいたかなと思いました。その今回ね、合格された方、にも、直接ではないですけどね、試験のテクニックとか、なんだかね、あの法律関係のことは私大体わかるんで、これはこういうところを読んだ方がいいですよとか、なんかその話したような感じですね。で、あと音楽の問題は一問ですけど、トーン記号がこうあってですね、こう五線譜があって、で、こう音符がこう書いてあってですね、で、この譜読みって言うんですけど、譜読みをして何の曲か当ててくださいとかっていう、そういう問題があって、そんな話もしたんですかね、これはこういうふうに読むんだみたいな。トーン記号なんて波長調ですね、波長調。であれって思ったのは、やっぱこういう試験なんでね、そういうお仕事に就くための方のための試験なんで、音楽とかでももっと難しい問題が出るかなと思ったんで、ね、波長調で始まっても途中で調が変わって、平音記号が出てきて調が変わったりして、それでこれは何の曲ですかとか、そういうのを当てさせるとかって思ったんですけど、ずっと波長調でこう4小節ぐらいこうあって、で何の曲ですかみたいな。意外とこれは簡単というか、知ってれば解ける問題じゃないかなと思ったんですけど、全く音楽に関係ない人がね、興味のない人は楽譜の読み方とか基本的なね、ところで分かんなかったりとかってんで、その辺はちょっとポイントをなんか話したような気もします。そんな問題も出て、それで全体として、こうした方がいいみたいなことをね、
ちょっとアドバイスしたような気もします。でその後これでいろんな解説をねしたということですね。でまあその方から早速ですね、メールが来まして、合格しましたということで、よかったですね本当に。ということで、リクエストはですね、いきなりリクエストに行くんですけど、勇気 100% って何ですかね、ジャニーズ事務所かなんかのグループで光源氏とかって言うんですか、光源氏飛行家軍ですかね、光源氏って言うと、ね、紫式部源氏物語みたいな、ね、なんかこういうグループが歌ってる歌だそうです。勇気 100% リクエストみたいなのしてるんで、なんか聞いたことあるんで、ちょっと後でギターでサビの部分かなんかやってみようかなと思います。はい、では一旦ここで、そうさ 100% 勇気、もう頑張るしかないさ、この世界中抱きしめながら、そうさ 100% 勇気、もうやりきるしかないさ、僕たちが持てる輝き、とはいえ忘れないで。100% 勇気ですねっていうのをやってみました。ちょっとキーが合わなかったんで、なんかね、元気がない曲になっちゃったんですけどね。まあこのなんでかなと思ったら、この勇気っていうのがねポイントなんですかね。はい、まあ、100% 勇気を出して頑張るということ で、まあどっちにしてもそういうね試験に受かったってことは2つ意味があって、で1つは自分がやりたい仕事にね、ようやくつけるということですね。それが1つと、まあ景気がね少し良くなったとはいえ就職難だったりするのでね、まあそういう安定したね職業につけるということが大体確定したんで、その2点がですね良かったということですね。まあやっぱり何て言うんですかね、こう自然体でねこう過ごしてれば、そんながむしゃらにやらなくても結果はついてくるということなんですかね。まあそういうようなタイプの人だったんじゃないかななんて思います。まあご本人の努力もあったと思うんですけどもね、そういう人格というか人柄に育ててくださった環境とかご家族とかね、ご両親とかの影響が大きいんじゃないかななんていうふうには思います。まあまあそれがね本当に幸せな家庭に生まれてという、まあよく知らないですけどね、どういう家庭だったかっていうのはね。ただまあ結果を見るとそういうこうね、経路をたどって今があるというような感じの方だと私は思います。まあいずれにしても今日ね合格発表がございまして、見事合格ということでおめでとうございました。まあかれこれ半年近くなんですかね、私はこれに関わってというかね、はがきを読んで、で試験対策を YouTube でアップロードして、それで、まあ、結果がね今日出たということで、でまた来年の3月ぐらいですかね、採用になりましたなんつってね連絡が来ると嬉しいですね。一応関わったというかね、多少私も協力したかなという部分があるので、はい、ということです。これとあと他にちょっと話そうと思ったんですがね、先々週がですね野球をやりましてですね、まあ負けちゃったんですけどね、私ももう何年ぶりかで野球やったんですけど、レフトを守ってたんですけど、
結構ピッチャーが良くて、ほとんど球が飛んでこなかったんですけど、やっぱりいい球だと合わせられると、結構外野の奥深いところまで飛んできたりして、たまたま私がですね、次打ちそうだなと思って下がってたらですね、ちょうどこの辺にボールがこう打った球が飛んできてですね、落下点の近くまで走ってってですね、ちょうどいいタイミングで、キャッチしたという、ただそれだけなんですけど、スリーアウトでですね、ベンチに戻ったらナイスキャッチとかつってね、すごい皆さん喜んですね、あのぐらいのフライで取ってすごいことなのかななんて思ったんですけど、そういうね、なんていうんですかね、趣味というかね、そういうアマチュアの野球なんでね、やっぱり外野フライを取るだけでも難しいということだったんですかね。で、先々週が野球で、その次は運動会ですね。で、これもですね、リレーに出ましてですね、もう野球で疲れちゃったんで、練習とかやらなくてですね、ぶっつけ本番で出たんですけどね、私、第2走者だったんですけど、第1走者の方は結構速くてですね、トップで帰ってきたんですよね。10メートルぐらい2位の人に差つけてたんですかね。それが分かったんで、私はですね、結構有利に展開が進められてですね、抜かれないように最初こうカーブがあるんですけど、ゆっくり走っててですね、で直線で猛ダッシュしてですね、それでまたカーブで速度を落として、でまた直線でこう、ラストスパートということで、そんな手堅い作戦でですね行って、結局10メートルぐらいの差だったのが20メートルぐらい差つけたんですかね、私の段階で。もうその後第3走者、第4走者と手堅く走ってですね、最終的には結構差が開いて大差で勝ちましたね。タイムはどうだったか分かんないですけど、1着でテープを切ったということです。リレーの野球もそこそこ、参加してですね、役割を果たせたなというような感じでした。で、3つ目がさっき話した教員採用試験ですかね。とりあえず今日結果が出ていい方に出たんでね、終わりということです。で、次回第4回、やるかどうか分かんないですけど、最近ちょっと法律関係ばっかりやってたんでね、堅苦しい話ばかりだと頭の使い方もちょっと違いますしね、話し方も違うので、それをやりつつ、ちょっと疲れちゃったらまたこういうね、ラジオ番組風なものを録画してアップロードしてみたいと思います。結構これをやると閲覧回数がね多いんで励みになってます。またクリスマスぐらいですかね、第4回とかやってみたいですね。ということで、それとあと、私の母校がですね、出雲駅伝、島根県でやってる大学駅伝ですね。で、案の定というか、やはり、1位になりまして、すごいななんて思いました。こんなところで1位取ってしまうと、お正月の箱根駅伝、連覇がなるかどうかってのはちょっと不安になってきてるんですけど、10位以内に入ってくれればいいななんて思いながら毎年見てます。ということで、今日は、教員採用試験の結果ということで中心にお話ししました。はい、ではそういうことで、また次回。